ずい方で美しい。失礼します。よろしくお願いします。皆様、今日はお集まりいただいて本当にありがとうございます。今日は、大湯の花の、ね、大鳥居の下で奉納ピアノの奉納演奏をさせていただきました。まあ、僕自身、なぜ今回、奉納演奏させていただきたかったかっていうと、やっぱり、2020年からコロナ禍があって、そしてたくさんの、ね、命がそこで、失われていって、そして今ウクライナとロシアで戦争しているじゃないですか。そこでも、多くの命が失われていっている。で、今回演奏させていただいた曲はあのライジングソウルという曲なんですけれども、これはあの人々の、聴いてくださる人々の、魂を押し上げていきたい、そういう意味でライジングソウルって名前をつけてるんですけれども、要は簡単に言えば人の心をこの曲で救うことができたらなと思って作った曲なんですね。それを、これから、6月23日から11月までヨーロッパツアーをするんです。その中では、ウクライナの難民の人たちが多くいるモルドバに行ったりポーランドに行ったり、でそこで難民の人たちのためにウクライナの曲を演奏したりしようと思ってるんですね。でその中の一つにももちろんライジングソウルも入っております。でそういうふうに今からヨーロッパに旅立って、いろんな人たちの心を音楽で救っていけたらなという、その出発の意味を込めても、今回、大湯の花の大鳥居の下でピアノ奉納演奏をさせていただいた次第でございます。ありがとうございます。それでは質問ありました。よろしくお願いします。すみません、木下新聞社、樋口です。お願いします。今回曲目と曲数はその1曲になるんですかね。ですね、厳密に言ったら、ライジングソウルと、神宿る道という曲を演奏させていただきました。で、この神宿る道という曲は、まさに、紀伊半島の曲なんですね。僕2年に1回紀伊半島秘境コンサートツアーっていうのをさせていただいてまして、2007年からずっと行っているんですけれども、2022年、今年も、実施中で、明日は、旧三郷小学校、はい、ちょっと、本宮大社から北の方にあるあの学校なんですよ。そこで、18時からコンサートをさせていただきます。でこの前は熊野古道、尾鷲の熊野古道センター と、下北山の、下北山村の木内の里、あと南伊勢町でもコンサートをさせていただきました。そういう秘境ツアーの道中でもあるんですね。はい、今回、奉納演奏をこちらでされるのは初めてだったんですかね。奉納演奏自体は3回目でございます。1度目は2011年の東日本大震災があったじゃないですか。でそれの、翌年か翌々年に、震災の被災者のための、祈りの演奏っていうのを大湯の原で、しました。その時はテレビ の企画で演奏させていただきました。で、数年前に黎明館で、一度演奏させていただきました。そして今回大鳥、今回で3回目の、はい、奉納演奏でございます。ございます。3回目ということなんですが、今回の演奏ご自身でどんな演奏になったのか振り返っていかがですか。そうですね、その前の2度と違う曲、そのライジングソウルっていう、曲なので、まあ、この曲に込めた思いっていうのはまさに、人の心を
この曲によって魂を救えたらなと思っている曲なんですけれども、今回、久喜宮司様が、その法の演奏の時にお話ししていたのは、やはりこの本宮大社、の、まあ、久喜宮司様もその魂を救いたいと思っているっていうふうなことをおっしゃってらっしゃって、で僕自身も、あ、実はこの曲のタイトルってライジングソウルって曲で、こういう思いを込めて作曲したんですって言ったら、あ、同じ思いですねって言って、偶然にも考え、思いが共鳴したんですね。まあ、そういうとこからもすごい縁を感じてますし、やはりそういう深いメッセージ性を込めた曲を大湯の原のオートリウム下で演奏できたっていうのは何よりの喜びです。で、あの場所ってすごいなんか響きが良かったんですね。多分大鳥居があって、そして周り少し囲まれてるんですよね。で、林道があって、結構反射する場所も結構あるから、こう屋外なのに美しく音色が響いてて、なんかこうまたあそこで奉納演奏をいつかさせていただけたらなと思いました。こう演奏されている時はどんなお気持ちでこうご自身演奏されていたんでしょうか？そうですね、もちろん演奏する時っていうのは集中であったり緊張であったり、まあ、いろんな気持ちもあるんですけれども、今回あの大鳥居の下のに置かれているピアノに座った瞬間に、なんかこう、なんて言うんでしょうね、言葉で表現できないような、なんかエネルギーがふわっと体に入ってきた感覚はありましたね。なんか本当はその自分がいろんな人にこうエールっていうか、その元気づけたいなと思ってあの曲を作ったんですけれども、今回オードリーの下で演奏させていただくことで、なんか僕がまず最初に元気をいただいたなっていう感じがしました。ありがとうございます。中村さんにとってこう熊野っていうのは改めてどういった土地なんでしょうか？僕にとったらこの熊野、そしてこの紀伊半島全体っていうのが本当に特別な場所なんですね。もちろん日本って、自然がある場所、歴史とか伝統がある場所というのはいくつもあるんですけれども、この紀伊半島のように歴史、文化、自然、それが大昔からこんなに広範囲に宿っている場所っていうのは紀伊半島だけだと思ってます。それこそ古事記の物語に出てくるような伝説の場所、ゆかりの場所っていうのがいくつもあったりとか、そういう意味では日本の原点であると思っているので、そんな場所でいつもそのコンサートツアーさせていただいたり、こういうふうに奉納演奏させていただけるっていうのは何よりの喜びですね。自分にとっての自分の精神、心のルーツであると思ってます。ありがとうございます。そんな中で、今回秘境コンサートが、明日もあるということですが、これ、いつぶりなんですか？何年ぶり？2008年ぶりですね。で、2年おきなんで2020年に、やりたかったんですけれども、コロナでその時は難しかったんですよ。はい、だから4年ぶりに、2018年以来ですね。ですね。だから、3年ぶりになるのかな。4年ぶりですよね。だいぶ経ちましたね。でもやっともちろん完璧にコロナが落ち着いているわけではないので、いつもだったら10何公演するツアーなんですけれども、今回は4公演と絞って、はい、させていただきました。だからまた今度2年後にさせていただくときはもっと大きなツアーにしたいなって思っております。そうですね、明日に、三郷小学校でということですが、はい、地域での音楽活動っていうのはその辺もお気持ち、思い入れのある人なんでしょうか？というのは、というのは地域での音楽活動、そうですね、世界各地でこう活躍されている中村さんですが、こういった本宮の小学校でっていうのは少しこう、
地元の人にとってはかなりニュースなお話なので、うん、その辺の思いっていうのはいかが？そうですね、僕はそのどんな場所でやるにしても、まあ、いろんな人に聞いてほしいと思っているんですね。もちろん子供にもそうなんですけれども、大人も聞いてほしいし、うん、おじいちゃんおばあちゃんにも聞いてほしいし、どんな人たちが来ても喜んでいただけるようなあのコンサートにしたいなと思ってますし、そして、まあ、あの今回演奏する曲目、まあ、いくつもあるんですけれども、やっぱりその中でもあのライジングソウルっていうあの組曲がありまして、今回その組曲の中から5曲演奏するんですけれども、やっぱりそのコロナ禍からの、言ったらあの今までの、一つ一つの言ったら時間の流れっていうのをあの曲にしてるんですね。だから最初にパンデミックがあって、その後あの自粛の生活があって、医療従事者の人たちがすごい頑張ってて、でやっぱりコロナウイルスっていうのはすごい怖いんだけれども、でもそれよりも怖いのはやっぱりその自粛によって、なんかこうすごい一人一人が心が孤独になってしまって自殺しちゃったりする人がいたりとか、そういう怖さもあると思うんですよね。ウイルスだけが怖いんじゃなくて、そのコロナのその自粛生活によるその二次発生的な、そういうことも怖いと、そういうふうなことを綴っている曲であったり、そして最後にいろんな人たちの言ったらこのコロナ禍で魂が病んでしまった、悲しみを背負ってしまった人たちの心を癒してあげることができたらと思って作ったライジングソウルっていう組曲を最後に弾こうかなと思っております。なのでそれは子供であっても老人であっても、みんなこのコロナ禍って経験しているじゃないですか、うん、そういう人たち皆さんに向けてその思いを届けたいなって思ってます。最後にすみません、今後の今回の奉納演奏を経て今後の活動へのモチベーションであったり今後の展望というのをお聞かせ願いたいと思います。実はですね、今日って20日ですかね、3日後にヨーロッパに行くんですよ。明日旧三郷小学校でコンサートするじゃないですか。で終わってそのまま車で横浜に帰って、明後日家でレコーディングを、まあ、撮影をして、その翌日に成田空港からヨーロッパに行くっていう感じなんですね。だから超強行スケジュールで、もう自分の体力が持つかなっていう不安もあるんですけれども、でもここでピアノの方の演奏させていただいて、エネルギー自分でチャージできたので大丈夫だと信じております。ありがとうございます。ありがとうございます。